一度手に入れれて付き合ったたら別れたくないそんなふうに男性に思わせてしまう女性というのはいるんですそんな女性の特徴を今日は4つご紹介していきたいと思いますぜひ最後までお付き合いくださいこんにちは小川賢治ですこのチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくための アイデアやヒントを紹介しています動画はほぼ毎日更新しています最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いしますまた僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください男性が一度お付き合いしたら手放したくないという女性というのはどんな女性かもちろん若い可愛いとかね、えー、まあ この辺は確かに最初にそう思うこともあるでしょうただ残念ながらね若さとかまあ容姿の問題というのは時が経つにつれて変わっていくし失われていくものだからまあ果たしてねこう永遠に続くものかというと残念ながらそうじゃないですよただ年を重ねてもね、えー、まあ容姿がどうであれ、えーね、やっぱりこういう女性とお付き合いしたらまあ別れたくないな絶対に手放したくないな まあ最悪別れちゃうその瞬間はね別れちゃうことになったとしても必ずまたねちょっと取り戻したいなというふうに思われる女性というのはいるんです、えー、まあそれがねどんな女性なのかというお話をちょっと今日はしていこうと思います、まあ、単純にねこう別れたい別れたくないということだけじゃなくてねこういわゆるこう存在として手放したくない女性っていうのもいて、まあ、そういう女性っていうのはどういう女性かっていうのは、まあ、こんなお話でね過去に、えー 動画でご紹介をしているので、えー、画像がここに出ていていつも通りね輪郭がここに出ていますからね、まあ、この辺の話と合わせて、えー、と今日のお話お付き合いいただくと分かりやすいと思います、えー、まあ女性もねもちろん、まあ、こんな男性とは別、ね、れたくないとか、まあ、女性同士、えー、男性同士でもね、まあ、ビジネス上とかも、ね、まあいろいろあると思いますこんな人と関わったらね、えー、この人を失うと自分の人生 にね、すごく大きな財産を失ってしまうんじゃないかそれぐらいね、えー、この人との関わりって重要だ重大だって思うパターンってねそれはいくらでもあるんですただまあ今日は、えーまあくまでも男性から見た情勢そして 男性のもね、えー、いろんなタイプがいるし、まあ好き嫌いという問題もあったりするから、全員が全員そうじゃないんだけども、まあいわゆるこう男性の本能というかね、えー、根源的な修正というところに基づいて考えると、まあ男性はね、こういう女性と一回付き合ってしまうと、なかなか離れたくないというかね、なかなかこう別れたくない、えー、別れたとしても取り戻したいというふうに、まあ思う傾向があるよね。 というところで、えー、まあ、お付き合いをいただければいいのかなと、えー、いうことで、4つ、早速ご紹介をしていきたいと思いますが、えー、男がね、えー、付き合ったら別れたくないと思う女性の3つ、えー、4つか、4つの特徴、その1位は、えー、これはもうどちらかというとね、まあ、男性の問題という、あ、女性の問題というよりは完全に男性の問題ですね。えー、こういう、女性。えー、まあ、他の男のところに行こうとする女。 えー、他の男と付き合おうとする女と言ってもね、えー、いいかもしれません。えー、男性はね、えー、プライドばっかり高いんでね、中身あんまりないくせにね、えー、本当にプライドばっかり高いんです。で、やっぱりね、取られるって嫌なんですよね。 えー、やっぱり男性にとってはやっぱ根源的なね、あくまでも根源的なですよ、動物の本能として、えー、最もリスクなのは何かっていうと、自分のやっぱり遺伝子を後世に残すことができない、えー、やっぱり自分にとってのこう配偶者、まあ、自分のこう妊娠してくれる女性がね、やっぱりいなくなるってす,すごく、えー、リスクになるわけです。 もちろんね、えー、子供が欲しいと心から思ってるわけじゃなかったとしても、まあ、本能的なね、えー、感覚としてね。まあそうすると、せっかく手に入れたものが、これが離れていくのは、まあまあある意味相手の意志だからしゃあないねと。ただ、他の男が介在していると思った時に、いや、この群れの中でね、えー、まあ男、ヒエラルキーの中で、えー、自分が奪われて、自分がね、えー、まあ本来手にすべき えー、ものが他の男に取られた。これはやっぱり許せないんですね。許せない。えーで、特に女性というのはね、えー、複数の、えー、男性の子をね、いっぺんに見守ることができなくて、結局誰か一人のとこ行っちゃったらね、もう人の一人のものになっちゃうんです。基本的にはね。えー、そうするともう自分の手元に返す余地が、もう戻す余地が今時点ではないわけですよね。だからそれはもう男としては、ちょっと待った というふうに、えー、思ってしまいがち。だからまあそこはもうあなたのこと好きとか嫌いとかっていう関係じゃなくて、えー、感,感覚じゃなくて、どちらかというと、えーまあ、本能的にね、えー、やっぱりこう奪われる不安とか心配とか、もちろん女性もね、あなたの彼が他の女のところに走っていくっていうふうになったらね、ふざけんなっていうふうに思うかもしれませんけど、その感覚とはね、ちょっと微妙に違ったニュアンスで男性は、 やっぱりこう他の男のところに行こうとする女っていうのはね、こう全力で引き止めにかかることが、えー、多い。だからあなたがね、えー、やっぱり他の男がおってねとかね、この間なんとかさんとご飯食べ行ったんだよなんていうことを、まあチラチラなんて言おうもんなら、おいおいちょっと待てと、あんな男よりね、俺の方がどれぐらいいいよとかちょっとお示しししちゃうよというようにスイッチが入ることがね、多いんですよね。 いやそこでねあの、いやいや、じゃあその男と付き合ったらいいやん。俺もう別にいいよ、君なんかっていう風に言われるようだったら、そ,らそもそも好かれてないっていうことだから、そもそも関係が破綻してることなんでね、えー、ある程度関係が出来上がってるっていう前提でねで、あなたが他の男の影をチラチラと匂わせられるようなことができていると、彼はあなたを手放すことはないよと。 また、他の男のところにね、えー、行った女っていうのは、またね、えー、今手戻し、手に、えー、その手に戻すことはできないんだけども、やっぱり腰淡々と狙ってね、また機会があったらね、こっちに連れ戻したるわ、というふうに、まあ思うことも少なくないよね、と、えー、いうことで、まあ、えー、と、他の女のところに行こうとするお、えー男、他の男のところに行こうとする女っていうのは、まあ、そうじてね、こう男はその理由を、えー、別れる理由にしたくないので、えー、別れたくない。 というふうに、まあ、言うことが少なくないよね。と、えー、いうことで、えーまあ、そんな話もね、まあ、度合いの問題なんでね、あんまりそんなことばっかりしてね、他の男の話ばっかりしてると、本当に単純に嫌われちゃうんでね、まあ、そこはバランスの問題ということで、えーまあ、うまくコントロールしていただくといいのではないでしょうか。 さあそして、えーとまあ、今はねこう男のケチなプライドを刺激するっていう話だったんですけど、えー、2番目は、まあ、もうちょっと違って今度はあなた側の問題っていうのは少し大きくなってくるんですけど、えー、2人の関係でねあなたと彼の関係を通じて彼が学び成長 え、それらの刺激をどれぐらい受けているかっていうことがすごく重要で、そしてこの先もそのね、学びや成長していくための刺激をあなたから得られそうかということはとても重要だということ。そしてその刺激が得られそうな女の子は話さないですよ。 えー、男の人というのは、ね、常にやっぱり組織の生き物なので、まあ、組織の中で基本的にはね、えー、より自分自身の地位を高めていったりとか、組織の中である程度こう自分自身の、ね、スキルを磨いて、より居場所を確保していこうとする習性があるんでね。えー まあ個人差ありますけどね。人によっては。えー、若干個人差ありますけど。でもまあ、多少ね、こう自分自身を成長させ続けていくことに対して、まあ、割とね、こう、モチベーション高い人が多い。その時にね、やっぱりこう、身近にいる人から、え、多くの刺激を得たい。まあ、これはもう、ごくごく当たり前の話じゃないですか。そして、プライベートで身近な存在って言ったら、やっぱり家族もそうだけど、まあ、恋人であるとかね、えー、まあ、 結婚されてる方であれば奥さんとかっていう風になってきますよね。えー、そしてそういう人がね、やっぱり、あの、刺激を与えてくれる。何かしらね、えー、一緒に取り組むことで、えー、二人の関係にね、まあ学びや刺激があって、そして彼自身が成長することができる。あなたが彼にね、何を与えることができるかということですよね。それは何か仕事に必要な情報をね、提供することができるのか。まあ、もしくは何かね、彼の生き方、 また彼の人生観に肯定的な刺激を与えられるような何かしらね、アイデアを提供することができるのか、もしくは何かね、一緒にハイキング行くとか、キャンプ行くでもいいし、趣味をやるでもいいんだけども、そういうものを通じて何か一緒にね、作っていくことができているとか、別にあ,のあくまでも二人の世界の話なんで、世の中的に見てね、評価がどうとかじゃなくて、あくまでも二人の世界の中で彼にどんな刺激を与えられているか。ただ 私をね、えー、大事にしてね、ただ好きだからっていうことだけじゃなくてね、えー、人と人との関わりを通じて、えー、どれぐらいの 肯定的な影響をあなたが彼に与えられているか。そしてそれが与えられていると彼はそういうあなたをね、手放さないですよ。これはまた逆のケースも同じでね。だってあなただって一緒にいる男がなんかね、あの、まあ大したことないって言うとあれだけど、まあ一緒にいてもね、この人と一緒にってなんか意味あんのかなと思う男と一緒にいても嫌でしょむしろね、やっぱりその人と関わってることによって自分の世界が広がったり、えー、やっぱり考え方がね、えー、なんかすごくね、こうまとまっていったりとか、 えー、自分自身が成長しているという実感ができるような人とは、なかなかね、こう別れたいとは思わないじゃないですか。えー、だからそういう意味でこう好き嫌いというところを少し超越して、人と人との関係性ということでお互いを成長させるようなことができているような関係になれると、彼はあなたを別れたい、別れたい相手というふうには思わない。 えー、むしろね、絶対別れたくないいやいや、この子を失ったらね、俺の人生にとって最大の損失やねんというふうに、まあ、思われるようになるので、えーまあ、そこはね、だからお相手とあなたの関係性の中で、まあ、何を与え合うかっていうのは人それぞれ違うので、まあ、そこはちょっと考えていただきながらね、あくまでも考え方としてあなたが彼に何を与えることができているかということをちょっとふと考えてみていただいてね、何かそれが与えられるものはできているんであれば、 彼は、ね、あなたから離れていかないので、えー、安心してもいいのかなと思います。さあ、そして、えー、と3番目です。まあ、今のはね、こう、2人で、えー、こう一緒にねこう、学び成長しながら刺激を与え合うっていうね、こんなこう並列の関係だったじゃないですか、えー。3番目はちょっとまたニュアンスが変わるんだけども、同じような話なんだけど、ニュアンスがちょっと違うのは、導いてくれる女を男は別れたいとは思わないですね。 導いてくれ。導いてくれるというのは、今のはね、こういう話だったんだけど、導いてくれる。今度あなたが上。彼は下。下。上下じゃないんだけど、あなたが前で彼が後ろでもいいんだけど、えー、彼の行く道をあなたが作ってあげる。あなたがね、ナビゲートしてあげることができるかどうか。えー、まああんたはね、こういうことした方がいいんよ、とかね。えー、あんたはこういうことだったらいいんよ、とかね。あ、これはやっちゃあかんし、えー、これも、えー、そっちに行ったらあかんよって。 えー、彼の道しるべとなってね、あなたが、えー、彼を適切な方向へと導くことができるか。えーまあ、そのためには彼がね、どんな未来を描いていて、そして何を求めているかということをあなた自身がね、知っていて、そしてあなたは彼のパーソナリティ、えー、人となりっていうのも分かっていてね、えー、彼にとってどんな選択が最適であるかということを自分の利害とはちょっと超越したところでね、彼の幸せ、彼の ね、えー、喜びっていうことを最優先して考えながら、彼にとってどの道を歩んでいけばいいのかということをね、まあ教え、示すことができるかどうか。まあ、いつも言ってるんですけど、ね、だから男は母親が好きってそういうことでね、えー、自分で自分の考えってあんまり男の人って持ってないし、えー、女性が思うほど男の人ってね、 自分に自信を持ってなかったりするので、まあそこをね、いやいや、あんたはこれでええんよ、あんたはこっち行った方がええんよっていう風にこうに教えてくれるお母さん的な存在がいると、 まあ男の人は、まあ、そこから離れていかないというか、えーねまあ、その人は永遠に手放せないんでね、やっぱりそこがいなくなったら本当に、えー、先導を失った、ねえー、小舟のように波間をさまようことになってしまうので、もう絶対にちょっといないと困る。君がいないと俺はどっちに向かっていいか分かんなくなってしまうじゃないかと思われるような、えー、存在になるんです。そして、えー、最後4番目ですね。 あなたがね、彼に役割を与えられているかどうか。えー、男性は役割を与えてくれる女性のことは、えー、ね、まあ手放さないというか。えー、役割。男性というのは先ほど申し上げたやっぱり組織の生き物で、ルーティーンが好きなんでね。えー、自分が何をすべきなのか、自分がね、えー、どんな立ち位置にいればいいのかっていうのはよくわかんないですね。そして自分の居場所、自分がね、 仕事があって、自分がやるべきことがあってっていうことははっきり分かって、はい、ここでこの仕事をやってくださいって与えられると、それ心地いいんですよね。えー、3番目の導いてくれたちょっとまたニュアンスがこれ違うんだけども、えっ、ー、と、ちょっとね、そこに座んなさいよっていうことを言われて、はい、この仕事やってね、あなたはこういうことをやると、あなたは輝けるから、えー、あなたはこういう仕事はいいんだよっていうことを、まあ、与えてくれる。まあ、 つまりはあなたがね、え、これもいつも言うように助力を求めるとかね、えー、彼にちょっと頼ってね、私にとってのあなたの存在ってこういう存在だから、えー、あなたは私をこういうふうに助けることで、えー、あなたは輝けるんだよっていうことを教えてあげると、あ、そうか、よし、じゃあ俺はお前のために頑張るよっていうふうにね、えー、言えるので、まあこれがだから、例えば会社なんかで行くと、まあ信頼できる上司部下の関係で、やっぱりこうね、 えー、まあ、相性のいい上司というか、えー、上司部下の関係って、やっぱり上司がね、部下にその、ちゃんと居場所を与えてくれるんですよね。その人が輝ける仕事っていうのを与えてくれて、そしてその仕事を通じて、えー、上司が喜びをね、えー、得て、そしてその上司の喜びのためにっていうふうにね、こう、いい関係になる。 ただこれは諸刃の刃なのはねやっぱりその上司の方がいなくなるとそのモチベーションって一気になくなるんでねそしてその上司の人が与えてくれた役割っていうのがねまた他の上司がやってきて違う役割を与えられて自分に合わないとあれっていうふうになってしまうこともあるのでえまあだから男性としてみればやっぱりそういうふうに自分の役割を失うえ自分が掲げる場所自分の居場所を失うことが怖いので自分は何していいか分かんないんでねだからあなたが常に ね、え、彼に対して、えー、あなたは私のためにこういうことをするんよ。えー、私こういうことで困ってるから、あなたが力貸して、ということを言うと、よし、じゃあ君のために頑張るし、それをやってる俺はここは居場所なんだっていうふうに、えー、思い出すんでね、えー、まあ道にさまよいたくないので、えー、やっぱりあなたのところから離れていかないというか、あなたと別れたくないっていうふうに、まあ思っていくと。 えー、まあ、一番目からね、四番目までご紹介をさせていただいたんですけど、まあ、他の男のところにね、行、えー、かない、えー、じゃあ、他のところに行こうとする女、えー、っていうのは、まあ、男の人はね、プライドを守るためにそれは許さない。えー、そして、えー、一緒にいてね、学びがある、えー、刺激がある、お互いがね、こうやってこう、一緒に歩んでいけるような関係、ね、そして、なおかつ成長していける。 そして3番目は、えー、導いてあげる。あなたがね、一歩前を歩いて、えー、彼が一歩後ろをね、えー、あなたが導いた通りに歩んでいくような関係と。えー、そして、えー、あなたが居場所を与えてあげる。 え、役割を与えてあげると、彼はその役割を喜んでやるようになるので、えー、彼はあなたから離れていかないという4つのポイントを今日はご紹介させていただきました。まあ、それでもね、最後の最後はやっぱり人と人の問題っていうのがあるので、えー、まあ、相性によって好き嫌いっていうのもありますよ。えっ、ー、と、相性の問題っていうのは、これか。えっ、ー、と、前にご紹介をさせていただいた通り、まあ、どんなにね、役割を与えようが導こうが、えー、輪郭に出てますからね。 まあそもそものこう人としての相性がうまくいっていない場合っていうのは、まあそれはお互いにとってハッピーではないので、まあそれは結果的にね、ダメになってしまうでしょうと。ただそこに至る前にね、もっと前の段階で、まああなたがこういう姿勢を彼に対して示すことで、えー、彼はあなたから離れていかないし、まああなたからね、えー、あなたに対して別れたいと思うようなことっていうのは、だいぶその思いというのは随分下がっていくことが多いと。 まあもっと根源的なところでね、まあちょっとめんどくせえから嫌だとかね、他に好きな女ができたとかね、まあそういう話になっちゃうと、これはもうどうにもならないけど、そうじゃなくて意味もなく理由もなくね、あなたから離れていくようなことっていうのはこういうことができてれば、えー、しないよねと。その上で、あとは個別具体的な問題としてね、じゃあこういう場合はどうなんだとか、今ちょっとこういう危機が僕たちの関係の中にあるんだけど、この場合はどう対応すればいいの的な話はね、またそこはもう本当個別の話なんで、えー、僕のところに来ていただいて、えー 細かくご事情をお聞かせいただければ、まあ、それに合わせて、ねまあ、最適な手段方法というのを一緒に考えていくことができるので、まあ、そちらにお越しいただければいいのかなと思います。えーまあ、ということで、まあ、もちろんね、だから女性が、えー、男性に対してね、まあ、こういうアプローチをすることで、えー、別れたくない女というふうに思われることもある。一方で男性も、ねえー、やっぱり 女性に対してねやっぱりそういうアプローチまたちょっと違うアプローチなんだけどもしていかなければ、えー、女性にね血を受け飛ばされて追い出されるだけに話になっちゃうので、えー、まあね女性は女性でこういう男性とは別れたくないなっていうものがあると思うんですよねまあそれはちょっと今日のここのテーマじゃないんでしないんだけどもそこは最後の最後は やっぱりお互い歩み寄り、その歩み寄りができる相手かどうかっていうところが一番大事であって、まあそもそもね、今日ご紹介させてあげたこの4つのポイントも、それをあなたがしたいと思える価値ある男かどうかっていうところもね、前段として考えなきゃいけないんでね、えー、まあここの4つを表面的なところでちょいちょいとやってみて、ね、彼が離れていかなくなったはいいけど、でも逆にね、好きじゃないのに離れなくなって困るわっていうふうになったら、 またそれも、それはそれでね、わけのわかんない話だから、えー、まあ前段として、ちゃんとね、あなたもお相手を見極めて、そして、まあ、男性は男性で、えー、ね、まあ、女性にやっぱりそう思ってもらえるような男でないと、えー、まあ、こういう関係って成立しないので、えー、当たり前といえば当たり前なんですけどね、まあ、そこを踏み外さないようにしていただきながら、まあ、今日ご紹介させ上げた4つ、まあ、使えるようだったら使っていただけると、 ねえーまあ、変な形で別れたりとかね、えー、せっかくね出来上がったご縁を変な形でぐちゃぐちゃってすることなく、えー、お互いが、ね、お互いを大切だと思いそしてまわ、あ、に別れたとしてもねあの人とまた付き合いたいなそう思ってもらえるような良い形でのこう関係というのを継続することができるのではないでしょうかということで今日はこのぐらいで以上です。